三園寺は、京都市左京区にある寺院である。池田屋事件で亡くなった、維新志士の墓があることで知られている。浄土州鎮税八王院の末寺。創建年代は不明であるが、回帰は、吉国と伝えられている。江戸時代初期には山と王子三条下がる、東側大国町に存在していた。百七十九年、京阪電車の三条駅周辺再開発に関して、 現在地に移転した。浄土州防林山山園児には、墓地があり、目印の鳥居がある見晴らしの良い高台に、池田屋事件で亡くなった、維新市を中心に、宮部貞蔵、吉田利麻呂、松田茂介、大高又次郎、北添吉麻呂、餅月亀八、田、杉山松助、石川淳次郎、広岡老修らの墓がある。経緯としては、池田屋事件後、幕府を恐れて、 多くの寺が亡くなった、維新志士の遺体引き取りを拒んだ。遺体は一時的に三条大教頭の近くにあった三、園児の本堂や縁側に安置した。当時、埋葬に関わった僧は、吉永剣徹で20歳の若さだった。寺も黒谷波状度周平林三園児と称していた。現在は、地温因波となっている。なお池田屋事件の遺体安置の際は、縄で三条、 小川邸という名の料理屋の女主人、小川邸女が尽力した。小川邸は、日ご飯はじめ尊老上位派の志士たちを普段から手厚く世話をしていたとされる。1979年には、寺の移転の際に、土胸後、墓所の発掘調査が行われている。墓所の移転は、段下の反対もなかった上、仏教大学史学科より、墓所調査のための調査員派遣が決まったこと。 特に史跡として文化財等に指定されていなかったことが移転を後押ししたとされる。ありがとうございます。